漫画とかでは学校の屋上でサボっている生徒を見かけるけど、屋上で昼寝なんかしたら肌が日差しに焼けて大変だ。昨日ネットで調べてきたサーブ、ラケットなんかないからしゃもじで練習したんだけどね。汚い、素人相手に変化球使うなんて。体育館の2階にいたのは島村が先だった。そうして私は島村と出会った。私はそういうあれじゃない、私は島村に優先されたいだけだ。人付き合いとは素潜りだと思う。うりゃズバヒュン、有名勢みたいなもんだって。おっと間違い大きいとまあ男子の視線は集まるよね。気になるよ。おはよう。しかもヤシロとお呼びください。ドーナツを一ついただければ、代わりに宇宙の秘密を一つ教えましょう。この世界足立について知らないことは山ほどあって、島村は島村だ。多分ずっと私の中で島村なのだ。膝の上でまどろむ足立は確かに猫のようだった。言うな言うな言うな。アニメ足立と島村。やっぱり人付き合いって難しい。わかるわかる。